ですね、ソフケン第4弾ということでやっていきたいと思うんですけども、また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。引き続きペインターネット伊藤さんに登場していただいて、今度は具体的にですね、サンプル品の見せた形で実際にフトワゴンを塗っていただこうかなというところで登場していただいたんですけども、ソフケン今回はこちらですね、こちらのカネゴンというところで、このブルーをベースにしたちょっとこうなんていうんですかね、ふわっとこうラインシャドウですかね、ブラックのシャドウが吹かれてるっていうような、まあ、比較的シンプルなんですけど難しいというか微妙な色合いですね。微妙な色合いですよね、はい、こちらを似せた形でフトワゴンで実際塗っていただこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう会社や家には帰りたくない。入れただけ。なんかやっぱりこう滑らかですね。これ僕の道具を全部使ってもらってるんだよね。普段伊藤さんが使ってない。そうですよね。環境での。ことなんで無茶ぶりっていうか、もう入れただけだ。どうっていうことじゃないですよ。こんな感じでやられてるんだってのが分かるとやっぱりね、はい、あ、プロの方もこうやってやられてるんだ。朝食はやっぱりあれですよね、基本明るい色から暗い色を足していく。そうですね。ああ、でもどうしようかな。目分量で、目分量でやっていただけてるっていうことですね。シンナーを入れて、うん、まだ濃いかもしれない。そのカップ状でもう作っちゃうみたいなイメージなんですかね。もうシンナーを入れて。そうです、そうです。もう自分の場合はもう紙コップでいつもやってますね、はいはい、大きいコップの方がいいですね。ちっちゃすぎ、ちっちゃすぎ。紙コップは100均に今いくらでも売ってるんで、金で大体手に入れます、ね、はい。あ、そうなんだ。はい、再販本です。あ、そうなんだ。ソフケン、あ、そうか、一体になってるんだ。あー、すげえ。なかなか使い慣れてないので申し訳ないです。あ、自分に塗れるだけの量があるかどうか、ちょっと。そうですね、ちょっと途中になっちゃうかもしれないですけど。怖い。怖いな。すごい緊張する。滑らかですよね。うん、そんな違いますかね。塗ってき方の動きがすごい。まあ一番慣れてますからね。一番結構やっぱり足から塗られること多いですか。いや、僕は尻尾からですね。あ、尻尾から。尻尾から。なんとなく今は。足から塗っちゃったけど、ワゴンって今まで何体ぐらい塗ってるんですか。まあ、1000体以上は出るんです。1000ワゴンは1000ワゴンです。1000ワゴンです。自分が塗ってから改めてこう見るとまたちょっと違うね。見方変わりますね。見方があるね。黒ではないですね、これ。あ、黒だと多分もっと濃くなっちゃうと思うんで、同系色なんですよね。パッと見黒だ、黒な感じもしますけど。なるほど、なるほど。素人的にはこういう黒の薄めたやつ作るのかなっていうイメージだったんですね。また黒だ、薄いやつでもちょっと感じが変わってくると思います。今この青を塗
黒を混ぜたものを全体的に拭いてもらってるんですけど、はい、今こう意識されてることってありますか？意識は、まあ、できるだけムラが少ないようにはしたいとは思ってるんですけど、軽く薄く拭いて、ザーッと拭いてからみたいな感じなんですね。そうですね、まあ、どうしても薄く拭くとムラにはなっちゃうんで、まあ、そのムラを埋めるような感じでこう調整しながら仕上げていく感じですかね。まあ、それでもどうしてもやっぱりあの本当に均一にするっていうのは難しいんで、どうしてもムラは少しできてしまうんですけど、はい、はい、多分この中で混ぜても色の濃さが分からないんですよ。なるほどなるほど。実際にこれで見てみないと調整ができないね。まあ、これ混ぜちゃったらもうこれの同じ色が出せないんで修正はできないんですけどね。はいはい。やっぱ混ぜる色っていうのは一回作ってなくなったら絶対に同じ色ができるかって言ったら次難しいですからね。そうですね、うん、はい、打ち分けるのだけはちょっと避けたいので、うちではちょっとやるけど、だいぶだいぶポタポタしますよ。なっちゃいますよ。まあでも塗装やってる以上もなかなか避けられないですよね。そうですよね、うん、診断もこぼす診断は落ちないっていうのか。そうですね、手ぶかっこいい。いやいやいや、職人の手。そうそうそう、ね、手が、手が、まあ、同じ系統の色なのでそんなに上手に掃除しなくてもいいと思います。そうですね、無言でやっちゃったら大丈夫ですか？大丈夫です。今あれです、後ろに引く力は中ぐらいな感じですか？そうですね、限界にはしてないですね。まあ微妙なとこかもしれないんですけど、なんかあのやっぱりこう滑らかですね。あこの最初の入りところが、あこのあライン、ああのこれはもう完全にルアーの名残です。あルアーはもう背中とかの中まっすぐに線を引かないといけないんで、もう絶対止めれないんですよ。はい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 、もう絶対水平の動きでないと曲がっちゃうじゃないですか。あとエアーの力加減が途中でちょっと強くなっちゃったりするよね、ライン引いてると。あこうやって力入っちゃう、入っちゃって、ちょっと太くなっちゃったり。爬虫類結構体重の感じがある。ああそうですね、大体爬虫類が元ですよね、ああいうのって。ありがとうございます。はい。はい、さっき言ってたのこれですよね。あ、そうですね。これのクリアカラーとよりなんか。ああ、そっか、クリアカラー。
はい、黒は良かったんですね。はい、たまりができちゃうんですよね。うん、まあ、それもシンナーの希釈度だったりするのかな。はいはい、おー、メモ。おー、綺麗に塗れるもんなんですね。あー、塗るんですよね。あー、あの目の周りにちょっとついちゃったりとか。あこの前のエアブラシのフック中心を当てるんじゃなくて、こう吹き出てるその外側をこう少しずつ近づけて当てるようにするんですよ。中心でやっちゃうと爪以外のところにも飛んじゃうんで、最初に違う遠いとこ吹いておいてこう近づけていく。はいはい、ということでですね、まあ、こちらこのカネゴに似た感じで即興で塗っていただきましたね。もうそのまま僕の道具を使っていただいて色を作っていただいて、はい、塗っていただいたという形なんですけども、本当に慣れない道具でありがとうございます。ありがとうございます。なかなかの無茶ぶりだったんですけど、僕が本当になんかこう初めてやる上で揃えた道具で塗っていただいたということなんで、なかなか難しかったと思うんですけど、ポイントですとか、あのどんな感じに塗られたかなというところも含めていただければと思います。朝食をするんでやっぱりあの難しさはあるんですけど、ポイントとしてはうまく青が出せるかっていうところだったんですけど、はい、いざこうやって並べてみるとだいぶ濃かったなっていうのが正直なところです。反省点としては塗ったらちゃんと比べてやるべきだったかなと思うんですけど、まあ、使える色も限られてた部分もあるので、そうですよね、あの、はい、まあ、仕方ないかなっていう部分もあるんですけど、まあ、レトロ風にはなったかなっていうのはありますね。ありましたね、はい、ちょっと濃い感じです。こちらは実際ちょっとメタリックが吹かれてるような感じもするんですけど、まあ、今回時間の関係で、あのそういったこともしてない状態ではあるんですけども、まあ、こういった形で綺麗なラインですとかシャドウの部分を吹いていただけたということですね。この見本があったんで、そんなような感じをあのシャドウの感じを同じように出せるようなつもりでは吹いたんですけどね。でもやっぱあれですね、このラインのまっすぐの引き方ですとか、同じ幅でまっすぐ引けるっていうところはやっぱり改めてプロだと思いましたまあそこはルアーで培ったもんね。培ったもんね。だからその辺はやっぱ塗ってみてなんかこう分かる部分とかもありますよね。こんなにうまく塗れないなっていうのはやっぱ思いますもんね、自分では。自分はそれを普通にやっちゃってるんで、そんなにすごいのかなって逆に思っちゃうんですけど、あのルアーの時からこう、そうですね、まあ、自然に身についちゃったんで、まあ、だからその爪とか目の部分も今見せていただいたんですけど、実際エアブラシのみでこうやられてたんで、まあ、そういった部分ちょっと参考にあのお願いさせていただきましたありがとうございます。そうですね、やっぱり使い慣れた道具をでやるのが一番だなって率直に思ったんですけど、人の使ってるものでも意外とできるもんかなって思いました。
どうですか、初めの初心者がこう始めるにあたってはもう全然問題はなかったですかね。そうですね、まあ正直言うと、はい、道具はいいものを使った方が上達も早いと思いますし、あ、やっぱり性能が違ってくるんですね。はい、性能が違うイコールやっぱ仕上がりにも関わってくるんで、まあ金銭面の予算とか金銭面的なことはあるかもしれないんですけど、道具はいいものを使うに限ると思います。なるほど、まあ、そこはちょっとやっぱりこう技術の面で向上していくということであれば、やっぱりこう必須な部分、そうですね、こっちを使っちゃうと多分もうあっちに戻れないと思います。やっぱ道具をいいものに変えることでも、うん、自分の上達だっていう感じがすごく実感できると思います。あ、なちなみに僕はアネスト岩田って、まあ、日本でも有数のヘアブラシ使ってるんですけど、はい、やっぱりアネスト岩田、アネスト岩田の有名なメーカーさんなんですけど、はい、まあ、そこのエアブラシのやっぱり精度がすごくいいので、やっぱりエアガンやエアブラシもすごく種類出てて、うん、僕はおすすめ、おすすめということですね。出先ではないですけど、はい、すごくおすすめします。回し物ではない、回し物ではないですね。僕はもう20年それ使ってますので、あ、なるほど、すごい信頼を置いてます。なるほど、なるほど。100顎を塗っていく中で、まあ、技術だとかその経験値もそうですけど、やっぱり道具のレベルアップもやっぱり必須ということですね。はい、ああ、なるほど、なるほど。ぜひお勧めします。わかりました。何でしたっけ、メーカーは。アネスト岩田。アネスト岩田。はい。はい。検索してください。ぜひ使ってみたいですね。そうですね。ではですね、次回はですね、実際多分一ワゴン20体をもう濡れてると思いますので、はい、20体をちょ伊藤さんに強化してもらいたいなと。はい、わかりました。素人がもうゼロからもう安い道具ですけど、見ましたんで、はい、その辺のどんな感じなのかなという見ていただきたいなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。